皆さん、こんにちは。今日は大相撲界に衝撃が走った前代未聞の出来事について詳しくお伝えしたいと思います。元横綱白鵬の宮城野親方が弟子の暴力問題を受けて閉鎖された宮城野部屋から伊勢ヶ浜部屋へ電撃転籍を果たしたのです。この事態の背景や影響について一緒に考えていきましょう。事の発端は今年2月に明るみに出た宮城野部屋の幕内力士北星陽による暴力問題でした。北星陽は後輩力士に対して日常的に暴力を振るっていたことが発覚し、2月23日に開かれた日本相撲協会の臨時理事会でその引退届が受理されるに至りました。同時に師匠である宮城野親方の責任も厳しく問われることになります。本来であれば3月の定例理事会で処分が決定されるところでしたが、宮城野親方への処分は前倒しされ春場所前に下されたのです。その理由として宮城野親方が北星陽の暴力について把握していなかったと説明したことへの疑問に加え、1月場所での北星陽の休場にも宮城野親方が何らかの形で関与していたのではないかという疑惑が持たれたことが挙げられます。協会の判断により宮城野親方は年寄りへの2階級降格処分を受け、師匠の地位も剥奪されました。3月の春場所からは自分の弟子を指導することができなくなり、宮城野部屋の力士たちは伊勢ヶ浜一門から派遣された親方の指導を受けることになったのです。現役時代最多優勝記録を打ち立てた横綱白鵬として数々の栄誉を手にした宮城野親方にとって、これはかつて経験したことのないまさに未曾有の事態だったと言えるでしょう。宮城野部屋は当面の閉鎖が決定し、所属していた力士たちは宮城野親方と共に伊勢ヶ浜部屋へ転籍することになりました。4月上旬には引っ越しを完了し、伊勢ヶ浜部屋は一気に大所帯となります。もともと同部屋には横綱照ノ富士や春場所で新入幕優勝を果たした武富士など6人の幕内力士が在籍していました。そこに宮城野部屋から移籍してきた力士が加わり、総勢約40人が所属する日本相撲協会最大規模の部屋が誕生したのです。力士の数だけでなく各々の序列や経験技術のレベルも様々な中で、いかに融和を保ち全員の力を引き出していけるのか、伊勢ヶ浜親方と宮城野親方の手腕が問われる局面だと言えます。4月8日報道陣に公開された伊勢ヶ浜部屋の朝稽古、注目が集まったのは言うまでもなく宮城野親方の動向です。この日宮城野親方は土俵際でまわしを締め、終始立ったまま精力的に指導に当たる姿が印象的でした。新入幕優勝を果たした武富士に対しては的確なアドバイスを送り、三役目前の熱海富士とは実際に四股を踏んで組み合うなど手取り足取りの指導を行います。もちろん宮城野部屋から移籍してきた弟子たちに対してもこれまで以上に熱心に声をかけている様子がうかがえました。横綱白鵬として積み重ねてきた知識と経験、そして何より相撲への深い愛情を次の世代へ継承しようとする意欲が感じられます。現役時代とは違う形ではありますが、宮城野親方なりのやり方で弟子たちと向き合っている印象を受けました。稽古後も宮城野親方は引き続き部屋に残り、弟子たちとの時間を大切にしているようです。掃除や昼寝、食事の時間を共にするなど、師匠だった頃よりも弟子たちとの距離が近くなったと語ります。さらに4月には伊勢ヶ浜親方からのアドバイスを受けて全国にいる弟子たちの家族を直接訪問し、事態について説明と謝罪を行ったそうです。春場所中は外出できなかったため、場所が終わってから改めて足を運び、保護者たちと膝を突き合わせて話をすることで安心したという言葉をもらえたのだといいます。一時は感じていたかもしれない孤独感や疎外感を乗り越え、新しい環境の中で弟子たちとの絆を深めようとする宮城野親方の姿勢が見て取れるエピソードだと言えるでしょう。指導を受ける側という立場になった宮城野親方は、伊勢ヶ浜親方から学ぶことの多さを実感していると明かします。30年近く部屋経営に携わり、横綱旭富士を育て上げた伊勢ヶ浜親方のもとで日々新たな発見があるといいます。一方で
とにかく相撲が好きという思いも熱っぽく口にしました。怪我により現役を途中で断念せざるを得なかった無念さを乗り越え、指導者として相撲への情熱を絶やすことなく弟子たちと向き合っていく覚悟が感じられます。回しを締めて稽古場に立つ姿についても、毎日づけることはなかったと照れくさそうに話す場面もありました。横綱時代は当たり前だったことが、今は特別なことになってしまったのかもしれません。しかしそこにも相撲への変わらぬ愛着が現れているように思えてなりません。日本相撲協会の歴史を振り返っても、宮城野部屋から伊勢ヶ浜部屋への転籍劇はまさに異例中の異例の措置だったといえます。40人もの力士が所属する大所帯となった部屋の運営には様々な困難が予想されます。元おかみの藤田紀子さんは、1993年に二子山部屋と藤島部屋が合併した際の経験から、部屋同士の融合の難しさを指摘しています。生まれ育った家庭環境の違いから生じる力士たちの価値観のギャップ、それがいじめや暴力の温床となる恐れがあると言います。また、ちゃんこの量や風呂の順番、布団の数など生活面での混乱も避けられません。親方だけでなく、おかみの負担も非常に大きくなるそうです。宮城の親方と伊勢ヶ浜親方、そしてお二人のおかみが知恵を出し合いながら部屋運営に当たることになるでしょう。特に宮城の親方は、協会の執行部や他の親方から今なお厳しい目で見られている状況にあります。本場所での仕事ぶりや弟子たちの指導の成果が常に注目の的となるはずです。時には記者室に差し入れを持ってくるなど、ざっくばらんな付き合いをしていた宮城の親方ですが、それもかつての話。チケットのもぎりや売店の売り子など、横綱経験者としては考えられないような感触に付かされる可能性も指摘されています。果たして、横綱白鵬として積み重ねてきた実績を指導者としてどう発揮できるのか、伊勢ヶ浜部屋での新たな一歩に大きな期待が寄せられています。宮城の親方自身も、今は指導を受ける側と謙虚に語りつつ、相撲協会そしてファンの皆さんに弟子たちの成長する姿を見せられればと夏場所に向けての抱負を述べました。宮城の部屋の閉鎖と宮城の親方の伊勢ヶ浜部屋への電撃転籍、この一連の出来事は大相撲界に激震を走らせました。しかし危機的な状況を乗り越え、新しい環境の中で力士たちが成長していく姿もまた相撲ファンにとっては見逃せないドラマとなるはずです。宮城の親方が伊勢ヶ浜部屋でどのような手腕を発揮するのか、横綱白鵬の経験と知見を生かして次世代の力士たちをどう導いていくのか、その歩みを温かく、そして時に厳しい目で見守っていきたいと思います。日本の国技である大相撲の世界において、伝統を守りつつ変革を恐れない挑戦が今まさに始まろうとしています。宮城の親方の新たな一歩は、古くて新しい相撲界の幕開けを告げる出来事なのかもしれません。時代とともに移り変わる価値観の中で不変の魅力を放ち続ける大相撲、その奥深さと可能性を私たちはこの騒動を通じて改めて感じずにはいられません。ぜひ宮城の親方と伊勢ヶ浜部屋の今後の動向から目を離せないでいてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思っていただけましたら、ぜひ高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。